さこれこの曲この曲なんか知っとう。これ気まぐれオレンジロードの曲よ確か。本店食べてこの曲ちょっと別のアニメの曲に違いだよ。お母さんええ何別のアニメの主題歌だよ。これ気まぐれオレンジロードだよこれ。違うよ女の子が二人出てきてさなんだっけなんか戦う違うって気まぐれオレンジロード調べて鏡の中のアットレスで気まぐれオレンジロードで出てくるけ使えないすげえシャッターかっこいいあれ気まぐれオレンジロード主題歌鏡の中のアクトレスを検索してんて検索したよお前気まぐれオレンジロードが検索したやんけいやだけんあ鏡の中のアクトレスでし直したやん見た見てないだからなんでそんなひどい言い方するのさっき気まぐれオレンジロードだからなんでその後に私しようたのさ全くその関係なくさそうやってさギャーギャーガン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 ってやめてもらえやんあったあったアフィンだってなんかなんて出とう鏡の中にアクトレスがあったいやだからなんて出とうかって聞きよなんて出とうって鏡の中のアクトレスで検索したら鏡の中のアクトレス作詞中原芽衣子作曲中原芽衣子で鏡の中のアクトレスオープニング曲鏡の中のアクトレスいやだから何のってだけそれを聞いてるんだろお前肝心なところ何も言わないじゃん言ったじゃんさっきからお前なんか戦うやつとか言ってたじゃん、うん、だけ違うよって言ってそれで検索し始めたやろ、うん、どうしたら作詞が誰かとか作曲が誰かとか話をしてるんじゃないんでしょもう私下ろしてもう帰るもうやだなんでそういう言い方ばっかりするいや、結果を言わないから手を下ろしてよ次のパーキングで下ろしていい加減にしてよそんなどうでもいいよいや、どうでもよくないよだけ私最初になんで人目が言ったのさ私最初にさ、鏡の中のアクテルし気まぐれオレンジゼロであったねっていうところから始まってその後、じゃあなんて書いてあるって言うけどその後喋りよったやろそれでなんでそんな言い方ばっかりしてないかな気まぐれオレンジロードだからもういいからもう話したくない一言もう話したくない一言も下ろしてください一言も言ってないって一言も言ってない言ったよ、ね、言ってません言ったもういいもういいもういいだけ結果を聞いてるでしょ下ろしてよどっちがいい加減になケチつけてきたのそっちだろそもそももういいやもううるさい黙ってよいやケチつけてきてさケチつけてきてさ結果聞くよ聞くやろ結果をもういいごめんね間違えたどうなんて結果どうなんて結果言わんねえが言ったよ言ってねえよ聞いてないでけやろ言ってないから聞いてるんやそしたら怒鳴り始めたよこの子は Thank you.